機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めますニクニーです。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今回は7年前にクリスチャンになった20代男性の渡さんのエピソードをご紹介します。それではお聞きください。僕の将来の夢は消防士になることでした。高校生の時、自分の生きる意味を考えた期間があり、どれだけ考えても答えが出ず、その結果、生きる意味はわからない、でも人の命を救うことを人生の目的にしようと消防士を目指し始めました。消防士になるために高校卒業後、専門学校で1年勉強しました。それまでは全くと言っていいほど勉強してこなかったのですが、専門学校での猛勉強の甲斐があり、無事に消防士になるための試験に合格することができました。家に合格通知が届くちょうどその日の朝、僕は左耳に違和感を感じていましたけれど、放っておいても治るだろうと思い、その日はただただ合格したことに歓喜していました。翌日になっても左耳には違和感があるまま、ピーと耳鳴りがするような音が聞こえていました。少し不安になり、病院で受診したところ、突発性難聴と診断されました。突然耳が聞こえなくなったり、一定の音の高さが聞こえなくなったりする病気です。僕の場合、左耳の聴力が低下し、低い音だけが聞こえるという状態でした。前日に届いた採用試験の合格通知には、健康診断を受けてくださいという手紙が同封されていました。2週間後に行われる健康診断で、異常がない場合は採用を決定するというものでした。このままでは消防士になれないかもしれないと思い、3つの病院を受診しました。しかしどこの病院でも医師の言うことは変わらず、この病気は原因が分かっていない病気です。だから治療ができません。一生治らない人もいます。徐々に良くなっていく人もいます。と聞かされました。症状が改善されないまま、健康診断まで残り3日。その時に専門学校の同じクラスだったほうちゃんに、教会に行って神様に祈ろうと誘われました。以前からこのほうちゃんがクリスチャンであること、神様を信じていることを知っていました。しかし仲良くなって教会について聞いた時に、あんな、神様が地球作ったんやんかと話し始めたことで、この人は僕と考え方が違うと思い、教会に誘われても全く行くつもりをしていませんでした。でもこの突発性難聴で医師には治療できないと言われた時に、治るなら神頼みでも何でもしようと考え、教会に行く提案を受け入れました。初めて行く教会と礼拝は衝撃的でした。多くの人が集まり、礼拝では老若男女問わず手を挙げて神を賛美していました。礼拝後、ほうちゃんと一緒に牧師のところに行き祈ってもらいました。牧師から、神様が分からなくてもいいから本気で治してくださいと願うように言われ、私は初めて神様に祈りました。次の日の朝、起きて驚きました。耳が軽くなっていました。聞こえづらかった音も聞こえるようになり、耳鳴りのような音もなくなりました。病院に行き検査すると、完全に症状は消えて治っていました。
職場で指定された健康診断でも異常はなく、消防士として働くことができるようになりました。これが初めて神様を経験した出来事です。ところが頑なで不信仰な僕は、この奇跡的な経験を通しても神様を信じるとはなりませんでした。でも教会で語られるイエス・キリストについてはもう少し知りたいと思い、毎週の礼拝には参加するようになりました。礼拝後には同世代のメンバーがセミナーをしてくれ、そこでたくさんの疑問を遠慮なくぶつけ続けました。同世代のメンバーは、こんな迷惑な来会者に対してもいつも笑顔で楽しそうにイエス・キリストについて話してくれました。そんな時間の中で僕の疑問は一つ一つなくなっていき、神様の存在は認めないと言っていた僕は、いつしか神様を信じていました。神様を信じた後にもう一度人生を振り返ると、あの高校生の時、生きる意味が分からず絶望していた僕を神様は見てくれていたんだと分かります。だからこそ神様は僕を神様の前に呼び出し、あなたには生きる意味があるんだ、私はあなたを愛して作ったんだと語ってくださったと分かります。神様を知る前から僕を導いてくださっていた神様に感謝です。いかがだったでしょうか。聖書の詩篇103編1節から5節にこうあります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。